うんこちゃんって商標登録してもいいですが、なんかあれだよね、別にどうでもいいよそんなの。もうさ、加藤純一として生きていくから。なんかあったの、ゆっくり実況がアーダコーダーみたいな。加藤純一で商標登録される。もう俺そしたらどうやって生きていけばいいんだよ。加藤純一なんて死ぬほどいそうだけど。近藤健介あれしようかな、商標登録しようかな。コンチネルで。うんこちゃんも取られてる、あげるじゃん。大事に使えよ、うんこちゃんに関しては。今になってうんこちゃんって名前どう思う？まあ、名前なんて関係ねえかな。ただこれから YouTube とかをやろうとしてる奴らに1個だけマジで注意、これは絶対にしといた方がいいぞってのがあるから聞きたい。マジでもうこれしないともうちょっと遠回りになる絶対。例えば加藤純一って名前でいくとするじゃん。で加藤純一ってさ、めっちゃシンプルじゃない、純粋な字に関する純一。でもさ、難しい純一にするとするじゃん。そうするとさ、検索に引っかかなくない？もうそれで諦めるやつめっちゃいるので、ね、俺自身が、まあ、めんどくせえからいいやみたいな。もうとにかく分かりやすい名前の方がいいわこれマジで。俺たまたま純一ってつけたからよかったけど、鈴木一郎とか。あ、そう、 AV 女優ひらがなが多いのと同じ理論。選挙とかもそうだよね、当てはまる。で、コウスケは分かりやすいのに人気ないからちょっとやばいっしょ。荻野と萩野とか、あ、漢字どっちだみたいなのマジでやめた方がいいわ。名前覚えらんなくない？佐藤純一めっちゃ人気出そう。佐藤純一は前100点よ、名前100点。覚えてもらいやすい名前って得だよな。